マウントホーリースミスビル自転車鉄道ホッチキス自転車鉄道は自転車と組み合わせて乗ることを意図して作られたモノレールである。当モノレールはアーサー・ホッチキスによって考案されている。最初の例として1892年にアメリカ合衆国ニュージャージー州バーリントン郡のスミスビル及びマウントホーリー間に作られている。このモノレール路線は1897年に 閉鎖された。その他の例としては、1895年から1909年まで、イギリスのフォーク州のグレートヤーマスに、そして1896年から同国、ランカシャー州のブラックプールに作られている。アーサー・ホッチキスは、1892年に自転車鉄道の特許を取得し、自転車鉄道を製造するために、HB ・スミスマシーン社と契約した。 最初のモノレール軌道は、ランコーカスクリークを10回横断し、ほぼ直線で、スミスビルから1.8マイルを走行して、マウントホーリーのパインストリートに到着していた。この鉄道は、1892年9月開催のマウントホーリーフェアに間に合うように完成しており、またこの鉄道の目的は、マウントホーリーからスミスビルの工場へと従業員を素早く通勤させる、ことであった。 毎月の通勤定期券代には2ドルがかかっていた。鉄道の速度記録は4.5分であり、平均移動時間には6から7分を要していた。この鉄道は1893年の世界、コロンビア博覧会にて展示されていた。鉄道には1本の軌道があるだけで、他の乗り物を追い越すことができず、反対方向に移動している乗り物と出くわした場合には、一方が、 即戦場へ退避する必要があった。この鉄道は1897年までに利用者数が減少しており、また荒廃していった。ありがとうございます。